チャットワークタスクの中に鍵括弧で閉じた終日もしくは終日の予定を入れるとこちら Google カレンダーでは終日の予定として登録されるよということです。この特定のキーフレーズで終日の予定にするかしないかを判断しているということです。 山中です。チャットワークのタスクを Google カレンダーに登録するガス Google Apps スクリプトを紹介します。こういう3つの修正点を加えています。1つ目、終日予定と時刻指定の予定の使い分けができるようにしました。2つ目、予定の色指定ができるようにしました。3つ目、予定タイトルをチャットワークタスクという文字列で開始できるように修正しました。このコードはチャット GPT に指示して 元々のガスを修正したものです。では今回はこんな風に始めていきます。まずデモを行います。で次にこのガスをどのように作ったかを少しだけ解説します。で続けてガスの使い方設定方法を説明して最後にチャット GPT と私との会話履歴指示内容を紹介してこの動画を終わります。では早速デモを開始します。こちらが私のチャットワークの画面ですね。で右側にタスクが2つあります。わざと 時間指定をし、時刻指定をしているものと、時刻指定をしていないもの。で、カッコで閉じて終日という文字が入っているタスクを、どちらも2023年5月31日に設定しています。で、時間指定、時刻指定があるものは、こちら8時30分に時間を指定しています。で、Google カレンダーを見てみると、2023年5月31日、ここまだ何にも予定がない状態です。 そこでガスを実行させます。こちら、setEventFromChatWorkTask という関数を実行させます。今、実行中ですね。はい、完了しました。で、Google カレンダーを見てみると、このように2つ、終日のものと、終日ではなくて、時間指定、時刻指定の予定を自動登録する。言い方を変えると同期することができるようになっています。で今回、この予定の色を オレンジ色を代色に指定していますが、Google カレンダーの予定のこの11種類の中から選択することができます。特定することができます。色を変えるにはスプレッドシートを操作します。私が公開している Google スプレッドシートのセル A2 のここですね。ここの下向き三角を左クリックをするか、Enter キーを押してで、好きな色を選べば変更することが可能です。 そうですね。じゃあ今回は黄色、このバナナ色を黄色にしてみます。はい、このように黄色に変更されて自動的に B2 の色番号が変わっています。で、この状態でもう一度スクリプトエディターに戻って関数を実行すると、はい、完了しました。このように Google カレンダーに登録される予定の色も変更される。このような自動化 Google App Script を今回紹介しています。 では次にこのガスをどのように作ったかを少しだけ解説します。これはもともとあったコードを修正しました。チャット GPT にもともとあったコードをコピーペーストで貼り付けて、そのガスを修正してというふうに日本語でプログラミング言語を使わずに指示しました。指示する前の2023年3月頃まではチャットワーク公式のウェブサイトのガス、もとのガスを使っていました。 こういうやつですね。ガスで業務効率化、チャットワークのタスクを Google カレンダーに登録する。公開日が2020年の9月28日なので、結構長い間、3年間ぐらいは使っていましたね。こちら実際のチャットワーククリエイターズノートに書いてある記事ですね。この中のガスをずっと使っていました。でところがですね、ずっと気になる問題点があったので、まあ問題点というか課題点があったので、チャット GPT を作って、このガスの修正に取り組んだということです。 3つ問題点がありまして1つ目がチャットワークタスクに時間指定をしていてもしていなくても Google カレンダーに転記される予定が常に終日の予定になってしまうっていう問題点ですでこれはこのように改善しました先ほどお見せした通りで終日の予定と時刻の予定8時30分に指定したものは8時30分に予定が同期されるように改善できました やはり時刻指定をしているものはその時刻に Google カレンダーに表示させたいですし、時には終日の予定にして Google カレンダーの一番上のところに固定表示もしたい。そういう融通を聞かせられるようになりました。で、残り2つ目と3つ目の課題は、どちらも他の Google カレンダーの予定と判別しにくいっていう課題です。まず2つ目から。 2つ目がチャットワークタスクから自動転機した Google カレンダーの予定の色を指定できないということです。これも改善してこのように11色を指定できるようになりました。で最後3つ目が Google カレンダーの予定を開かずにタイトルだけでチャットワークタスクであることがわからない。これも改善をして予定タイトルの最初にチャットワークタスク という、この文字列を自動的につけてですね。で、その後にチャットワークのタスクに登録してある文字列が続くように変更しました。このように、頭にチャットワークタスクっていう風につければですね、予定がたくさん追加されていって、この Google カレンダーの表示がどんどん狭くなるわけですよ。1、2、3、4って、まあ、Google カレンダーをたくさん使ってる、頻繁に使ってる方はお分かりだと思いますが、同じ時刻に登録した予定がある場合って、 この今広く使われている予定がどんどんちっちゃくなっていって例えばここだけしか表示されないとかですねそういう予定が1234とか同じ時刻に重なっている場合があるんですけれどもそういう時にチャットワークからの転記されたタスクであるっていうことが一目で分かるようになっているとすごく楽なんですねでそういう変化を加えたということですもともとあったチャットワーク公式のガスすごく便利でしたところが ずっと気になっていた課題点、問題点を今回チャット GPT で修正したといういきさつです。では次にこのガスの使い方、設定方法を紹介します。まずは Google スプレッドシートをコピーしてください。公開用のスプレッドシートの URL をこの YouTube 動画の説明欄に書いておきます。でその URL を開くとこのような画面になります。この 青色のコピーををを作成を左ククリックをしてください。するとこのようにコピースプレッドシートが出来上がりますでもう最初にここでですねチャットワークのタスクが Google カレンダーに登録される色を指定しておきます色見本があるので気になった色パッと見てあこれはチャットワークのタスクから Google カレンダーに同期された予定なんだなってことが分かる色に選んでですね 何か好きな色を選んでください。でこれで Google スプレッドシートでの操作は終わりです。で、Google スプレッドシートの操作が終わったら次にスクリプトエディターを操作していきます。ガスのスクリプトエディターを開いて、このペンマーク、編集マークがある2箇所をあなた独自の情報に変更してください。スプレッドシートのこちらの拡張機能を左クリックをして、で、Apps スクリプトこちらを左クリックをして、スクリプトエディターを開きます。 で、スクリプトエディターが開いたら、上の方にあるこちらですね。編集対象。で、ペンマークがあるここと、API トークンですね。それと、こちら、Google カレンダーのカレンダー ID、ここを編集します。で、その下の編集対象はもうすでにスプレッドシートで指定済みです。ここやんなくていいです。で、チャットワークの API トークンの調べ方、もしわからない人は、この YouTube 動画にマニュアル動画をつけております。こちら参考にしてみてください。 その次の Google カレンダーのカレンダー ID は多くの場合は Google アカウントと同じです。アットマーク Gmail とか、アットマークあなたの独自ドメインとかと同じです。もし予備カレンダー、予備カレンダーというのはグループカレンダーとかリソースカレンダーとかの追加されたカレンダーですね。この追加したカレンダーを使っている方はカレンダー ID が Google アカウントとは異なります。一応さらっと調べ方を紹介するとですね。はい、こちら Google カレンダーですね。 でこのカレンダーの右上にあるこの歯車を一度左クリックをして、この設定を左クリックをして開いてください。で、設定が開いたら、こちらのマイカレンダーの設定から、カレンダー ID を調べたいカレンダーを開きますで。これはメインカレンダーなので、Google アカウントと同じ形式です。で、ここにマイカレンダーとして、グループカレンダーとかですね、他の人に共有させたいオプションのカレンダーとか、 あと企業であれば、社用車とか会議室とか、そういうリソースカレンダーが追加されている場合は、Google アカウントとは違うカレンダー ID が出てきます。で、このカレンダーを左クリックをして、で、下の方にスクロールします。そうすると、カレンダーの統合というメニューが出てきて、その真下にカレンダー ID が表示されています。ここをコピーペースすれば OK です。こちらのチャットワークの API トークンペケペケペケと、 Google カレンダーのカレンダー ID ペケ,ペケペケペケをあなた独自のものと置き換えたら Ctrl S を押して Google App Script を保存してください。で、あとはですね、ちょっと細かいことなのでこのままでも構いませんが、例えばですね、Google カレンダーの予定の頭に追加する文字をこちらのようにチャットワークタスクスペース縦棒スペースこれが必ずつくようにしてパッと見で チャットワークのタスクから転記された予定なんだってことが分かるようにしてますが、まあ、ここも好きなものに編集しても構いません。チャットワークっていう文字だけにしても構いませんし、このタスクってところをデリートしてですね。Google カレンダーの予定の最初に来る文字は好きなように編集しても OK です。それともう一点ですね。 こちらのですね、終日イベントかどうかを判断するってところですね。右側にペンマークがあって、ダブルコーテーション内の文字を編集すれば好きな文字列に指定可能です。どういうことかっていうと、チャットワークのタスクに、このカッコ閉じるで終日、もしくは終日の予定っていう、このダブルコーテーションで区切られた文字列が含まれている場合に、終日の予定を作るっていう指示命令を出しています。 でそこを好きなものに編集して OK だよってことです。終日ってところをこのように好きな文字列に変えてあなた独自のルール規則を作ってですね、この文字列が入っているチャットワークのタスクは Google カレンダーでは終日の予定に自動登録させたいっていうそういう調整をすることが可能だということです。好きなように編集してみてください。あもちろんそのままで。 私が作っておいたこの文字列で構わないという場合はそのまま使っていただいても全く問題がありません。で、あとですね、終日ではなくて時刻を指定する予定を作る場合にチャットワークの締め切り時刻がですね、Google カレンダーの開始時刻になるんですが、終了時刻というかその予定の時間コスト、何分間予定が続くかっていうのも調整可能です。でここの30っていうこの数字ですね、この30という数字が Google カレンダーの終了時刻をチャットワーク期限時刻の30分後に設定という意味なので、この30を15に変えれば、Google カレンダー上に表示される高さが低くなってですね、面積が低くなって目立たなくなりますし、60にすれば大きくなってより目立つ予定を作ることが可能です。これぐらいですね。今のところもうちょっとだけ補足しておきます。この終日とか終日の予定というのを鍵括弧で閉じた この文字ですね。これどこに入れるかっていうと、まあ、お分かりだと思うんですけど、ね、念のため、チャットワークのこのタスクですね。タスクの文字の中に鍵括弧で閉じた終日を入れてくださいっていうことです。で、こちらは期限の時刻なし。こちらは時刻あり。で、時刻ありの方はもうそのまんまで、チャットワークタスクの文字列は一切気にする必要がないです。期限を指定して、日時を指定して、 時刻を指定すればそのままで OK です。で、こちらの時刻なし期限の方は、時刻なし期限にしただけでは終日予定にならないので、チャットワークタスクの中に鍵カッコで閉じた終日、もしくは終日の予定を入れると、こちら Google カレンダーでは終日の予定として登録されるよということです。この特定のキーフレーズで、 終日の予定にするかしないかを判断しているということです。なので、スクリプトエディターのこちらに記載する候補の文字列、キーフレーズを、このダブルコーテーションの中身を変えて、例えば ABCDE に編集したとします。こんな感じで ABCDE っていう風に編集をしたとすると、チャットワークのタスクでも、終日ではなくてここを A, B, C, D, E にしないと Google カレンダーの終日の予定にはなりませんよという意味です。それからもう一つの方は Google カレンダーの予定の長さですね。8時30分に始まって9時に終わるように30分間の予定にしているので、これをもしもうちょっと大きな予定に長い予定にしたいなと思ったらですね、ガスのスクリプトエディターのこの部分をこの30という文字をですね、これは 30分後に Google カレンダーの終了時刻、エンドタイムを指定するということなので、例えば75分間に変更して、Set Event From Chatwork Task を実行すると、こちらの Google カレンダーに自動登録される予定の長さも75分間になりますよという、そういう意味です。これぐらいですね。すべて編集が終わったら Ctrl S で保存しておいてください。で、保存が終わったら、 関数を setEventFromChatWorkTask に指定して Ctrl-R で実行してください。で、初回の実行だけ Google AppScript は承認が必要です。もし承認のやり方がわからない場合には、これも今回の YouTube 動画の説明欄に動画マニュアルをつけておきますので参考にしてみてください。で、最後にガスのトリガーを設定していきます。結構アバウトで大丈夫ですね。2時間間隔がおすすめかなと思います。時間手動型、時間ベースのタイマーで2時間置きです。 ガスの1日の実行回数には上限がありますが、2時間起きぐらいだったら全く問題がないです。スクリプトエディターを開いたら、この左側にある時計マークのところ、このトリガーを左クリックをしてください。で、右下のトリガーを追加を左クリックをして、関数をセットイベントフ c h チャットワークタスクにして、イベントのソースを時間手動型で、時間ベースのタイマーで、まあ1時間起きでもいいですし、 まあそんなに頻繁にしなくてもいいと私は個人的に思いますので、まあ、2時間おきに設定をしてで最後にこちらの保存ボタンを押してこれでトリガーが設定されますトリガーの設定まで終わればすべての準備が完了しますこれで2時間ごとにチャットワークのタスクが Google カレンダーに登録つまり同期されるようになりますでは最後にチャット GPT と私との会話履歴指示内容を紹介してこの動画を終わります で一番最初の内容だけは短すぎたので履歴をもう削除してしまいました GPT 3.5で約5分間のやりとりですでどういうことをやったかっていうとここの部分ですねここのですねこの Google カレンダーの予定に転記をする動機をするときにチャットワークタスク半角スペースこの縦棒パイプラインですね記号のと半角スペースを Google カレンダーのタイトルの 一番最初につけて、カレンダーの予定を開かないでもタイトルが見えるようにするっていう、ここの部分だけを作ってもらいました。これ5分間の指示応答です。で、次がですね、GPT 3.5プラスウェブ検索の Chrome 拡張機能を使って、2回目約1時間35分間でやった内容が、チャットワークタスクから転記した Google カレンダーの予定の色指定ですね。この色指定に結構 これなぜかというとですね ChatGPT がこの Google Apps Script のセットカラーというメソッドを知らなかったんですねで単純にセットっていう部分なしのカラーだけを指定してきて私もそこのことを知らなかったので後で Google 検索で自分で調べてセットカラーっていうメソッドを使わなきゃいけないって分かって解決したんですけれどもそれが全然分かんなくって1時間35分間苦労していましたで最初は GBT 3.5の Web Search Chrome 拡張機能を使ってチャットワークタスクの Google カレンダーの色を、まあ、具体的な X 形式の色に変更してくださいという日本語指示を出しました。で、あんまりちゃんとした答えが返ってこなかったので不活式プロンプトを使って命令書、制約条件、入力文を付け足してですねで、コードを貼り付けて出力文を出してくださいっていうふうに書きました。で、 チャット GPT が書いた答えが、コードが、オプションズという中にですね、デスクリプションで説明は付け加えられるんですけれども、セットカラーっていうメソッドを使ってない、ただのカラー指定をして、しかもヘックス形式。これ結論から言うと、ヘックス形式で自由自在にとか RGB で自由自在に色指定できないんですよ。Google カレンダーの中にある11種類の色でしか選べないんですけれども、そのことも私は知らなかったですし、チャット GPT も知らないので、 実現不可能なコードを書いていきました。で、当然、シンタックスエラー、エラーが出ましたよと。で、ここでずっと不毛なというか、しんどいやりとりを繰り返してですね。あ、よく見ると、セットからメソッドは出てたのか。出てたんですね。出てたんですけども、これだと、X 形式で自由時代に好きな色を指定してしまっているので、ちなみにこれ、チャットワークの赤色の部分の X 形式なんですよ。まあ、こんなものを指定してしまっているので、 これ Google カレンダーの色で使える11種類に入ってないので確かまあエラーは出なかったけど何も色が変わらなかったはずなんですよねで、まあ、またやりとりを繰り返すとセットカラーじゃなくて単純にカラーだけ指定してしかもヘックス形式これ絶対ダメですよねということでで今度はチャット GPT からヘックスじゃなくて RGB で指定してみてはどうですかという提案があってこのように変わりましたとで結局セットカラーは使ってないですと で、また私から修正してというふうに指示を出すと、いくつか前に出てきた同じ答えが返ってきて、これチャット GBT よくあるんですが、短期記憶が欠けちゃってる時があるので、同じことを繰り返すことがあるんですね。同じ回答を。あ、これさっき聞いたよなってことをですねで。そういうふうに繰り返されてですね、まあ、ダメでしたと。はい、こちらも同じように、一遍ダメだった RGB 形式。これも繰り返されました。 Google カレンダーは11種類の色しか指定ができないっていうことを自分で探し出すことができなかったんですね。チャット GPT 自身は探し出せなかったということです。で、この辺でしょうがないので自分で Google 検索をした後にいくつかの技術者の Web 記事の中にまずセットカラーメソッドが必要ということと Google カレンダーで使える色はこの11種類だけなんだよっていうことが分かりました。 この知識を使って次のコードを修正してというふうに改めて指示し直しました。で、ここでセットカラーメソッドを使って11の赤色指定をしていらなそうな箇所があったので指定してそこを取り除いてもらってですね。で、なぜかその11っていう設定ができなかったので色指定を一度バーオプションズの外側に移動させて人間が編集するところの近くに移動してほしいな。もしくはセットカラー この部分を単体で動かした方が良くないですか？という提案を私からしました。で、その方法もありますね。と、それではということで修正したコードを書いてください。っていう風に指示し直しています。で、何度かコードは途中で切れちゃう。エラーをチャット gpt が繰り返して、あしんどいなと思いながらやり取りを繰り返していてですね。で、そんなやり取りの中、またセットからメソッドを指定していないことに気づいたので、その指示をして。 でその指示の返答の中で、Create all day event と Create event イイがあってですね。Create all day event のメソッドの場合は、セットからメソッドがいらないとかですね。でセットからメソッドは、時間指定イベントの場合に使うとか、そういうことは教えてくれたので、なんとなくここで記憶をしていてですね。で、この辺が、 よくわからなかったので、Create All Day e v メソッドと、Set Color メソッドとは、どちらか一方しか使えないということって聞いて、なんとなく答えを返してもらって、なんとなく理解して、で、ここで、カレンダー Create All Day ントの後に、イベント Set Color 11 11赤色指定をやって、シングルコーテーションで囲って、で、時間コスト1時間35分間かかって、ようやく色指定が実現したということです。 でですね、1時間35分で書き出してもらった修正コードをもう一回不活式プロンプトに入れてでファンクションセットイベントフロムチャットワークタスクの中じゃなくてですね外側のこの編集対象部分の中にまとめて色指定ができるようにまずは書き出してですねまあこれはうまくいったので編集対象の色指定の部分をスクリプトエディタではなくてですね Google スプレッドシートのシート名。Google カレンダーの予定に指定できる色11種ってシート名ですね。これのセル番号 B2 から引用するように変更してくださいと。で、スタンドアロンスクリプト書いてましたが、この Google スプレッドシートのコンテナバインドスクリプトに変更してくださいと。で、こういうふうにもう一回指示し直して、これも簡単に実現しましたと。はい、この部分ですね。ファンクションゲットイベントカラーナンバー。これがスプレッドシートのシート名。 Google カレンダーの予定に指定できる色11種から、この中の B2 セルから参照できるように変えました。まあ、結構簡単にここはサラサラっと済みましたということです。で、最後3回目の指示やり取りが GPT 4.0プラス Web 検索の Chrome 拡張機能で約19分間。まあ簡単でしたね。とはいえ一番重要な指示で、 チャットワークタスクから自動転記した Google カレンダーの予定が終日の予定と時刻指定の予定に条件分岐されるように修正しました。で、これがここのやりとりですね。GBT4 で不活式プロンプトを使って条件分岐をして Create All Day Event と Create Event イイ等を使い分けてくださいと。で、条件分岐1と2がありますと、チャットワークタスクの文字列に鍵括弧終日閉じるまたは 数字確保終日の予定を閉じるという文字が含まれていない場合は入力文のままのコードを実行してくださいつまり Create All Day Event だけでよいで入力文というのはこの一番最後にさっき完成したコードをここからずらっと貼り付けてですねで戻って条件分岐2としてチャットワークタスクの文字列に終日または終日の予定という文字が含まれている場合この場合は入力文を修正したコードを実行してください この場合はクリエイトイベントを使う。Google カレンダーのスタートタイムはチャットワークタスクの期限にある時刻を設定します。で、エンドタイムはチャットワークタスクの期限にある時刻の30分後を設定します。30分間の予定を作りたいってことですね。で、制約条件としてコードブロックを絶対に使いなさい。コメントアートをできるだけ丁寧に詳しく重要なキーワードを省略せずに書いてと。で、重要なキーワードを取り残さない。ということで指示して、出力文を書いてもらいました。 ここですね。ずらーっと書いてもらって。まあ結構何回も何回も途中で切れるので続きを書いてという風に指定して。あ、そうそう。続き書いてもらうときにですね。ここで途切れてるじゃないですか。なので、ここの辺から続きを書いてって言ったらですね。ここはもう書いたこととみなして、スキップして先の方から書き始めることがあるので。なので、ここをですね。ここをまずコピーして、貼り付けて、 ちょっと戻ったところから続きを書いてくださいっていうふうに書いています。って言っても、ここ指示通りに動いてくれてないですね。多分この先にもう一回同じこと書いてるはずなんですよね。あ、そうですね。結局途切れちゃってるので、もう一遍別の箇所をして,して続きを書いて、まあ、こんなやりとりを繰り返して、で、コードを見ていて、私が気づいた部分があったので、そのコードだと条件分岐にチャットワークタスクの文字列に終日または終日の予定という文字が含まれている場合は、の部分、この、 チャットワークタスクの終日、あ、鍵括弧終日ですね。または、鍵括弧終日の予定という文字が含まれている場合は、入力文を修正したコードを実行してくださいの文字が特定できないのでは、コードの中にこのキーフレーズと、このキーフレーズが存在してないことに気づいたんですよ。なので、指示をして、まあ、すいません、抜けてましたと。で、修正して書いてもらって、まあ、出来上がってメモ約19分間。ここは簡単でしたね。 最も重要な部分だなと個人的には思うんですが結構さらっと出来上がりました。このような合計3回のやり取りを繰り返した結果の自動化 Google App s c r i p を今回紹介しました。チャットワークタスクと Google カレンダーの連携で困っている方のお役に立つと嬉しいです。もし質問や相談がありましたら説明欄のコンタクトフォームから山中和志へ連絡していただけます。今回も動画のご視聴ありがとうございます。 それではまた。